神の子供たちは皆踊るは村上春樹の連作短編小説集。2000年2月に新潮社より刊行された。新潮に地震の後でという副題付きで連載された表題作、神の子供たちは皆踊るをはじめ5編の短編と書き下ろし短編1編を収録する。2002年2月に新潮文庫として文庫化された。本書の登場人物は、 皆、1995年1月に発生した阪神、淡路大震災に間接的に関わっている。また村上は、海大において、同年3月に、オウム真理教が引き起こした地下鉄、サリン事件との関連にも触れており、この短編集では、以後の作品に出てくる、ある種の圧倒的な暴力の片鱗を描いているという。単行本の総画には、北脇昇の、 空港が使用された。また、各短編のタイトルにつけられた挿絵も、北脇の作品である。文庫化された際も、空港が表紙に使用された。1997年に、東京国立近代美術館で開かれた特集展示、北脇のボルテンを見たときに、村上は、とても心が惹かれたという。村上は次のように述べている。東京の近代美術館で、 北脇昇さんの特集展示をやっていて、それを見てとても心を惹かれました。戦前のシュールレアリスト風の絵画から、戦争中のいささか国家主義的色彩を含んだ作品、そして深く沈遷した戦後の作品へとスタイルは大きく変化するものの、彼の絵の中に一貫して含まれている異様な個人的風景は、僕の作品のある部分に通底しているような気がしたのです。なお、 現在の新調文庫版は英訳版と同じものを使用している。ドストエフスキーの悪霊の一節とジャン・リュック・ゴダールの映画、吉街ピエロの一節がエピグラフに引用されている。村上朝日堂ホームページ上で、ゴダールの影響はという読者からの質問に対し、村上ははっきり言って、僕はゴダールの映画に強い影響を受けていますと答えている。 村上朝日堂ホームページの別の箇所では、高校時代、神戸のアートシアターで、ヌーベルバーグものを見まくったんですが、あの当時、神戸の街で僕くらい深くジャンリュック・ゴダールを愛していた人間はそんなにいなかったと思います、と述べている。また、佐々木真希を論じた文章の中で、村上はこう述べている。この漫画は一体何を表現しようとっているのか と僕は考えてみた。もちろんそれは何も表現してはいなかった。問題はスタイルであるという気がした。佐々木真希は彼独自の強固なスタイルを所有しており、そのスタイルイコール分体素が全てを統括しているのだ。初めて、ジャンリュック・ゴダールの映画を見た時にも僕は、同じようなことを感じた。2002年8月、本書の英訳版、アフター・ザ・クエイクが、クノップ・フ社より刊行された。 役者は J. ルービン。ルービンによれば、英語版のタイトルをアフターザクエ e クとし、文字をすべて小文字にすることを提案したのは村上自身だという。その他、以下の各国語版が翻訳され出版されている。神の子供たちは皆踊るアフターザクエ e クのタイトルで舞台化され、2019年7月31日から8月16日まで東京公演が行われた。 カエルくん、東京を救う、蜂蜜パイの二つを取り上げて舞台化したフランク・ギャラティの脚本を倉持博が演出。蜷川幸雄が演出した舞台、海辺のカフカに続くコラボレーション、蜷川村上の第二弾として構想されながら、蜷川の盛教で中断していた企画だった。ありがとうございます。